っと構ってってば。来てる来てる、めっちゃ上がるわ。やば、おねんが置くの忘れてた。神様、ここで一発かましちゃおっか。遅れたじゃん。あらあら、すっごい行列。お参りする頃には日が暮れてそうね。荷物持ちのふうくんとは結局合流できずじまい。お参りパパッと済ませて発売に繰り出してるはずだったのに。誰かさんが着付け一つにあんなに凝ったりしなけりゃ、もうちょっとは早く出発できただろうにさ。新年のご挨拶に神様のもとへ伺うんだもの。身だしなみには普段以上に気を使うべきでしょ。小春ちゃん大丈夫？小春ちゃん？あれ小春ちゃんどこ？小春ちゃん！よかった、探したよ。もう急にいなくなっちゃうんだから。これからはちゃんと私と手をつなぐこと。いい？分かってくれる？ん？ああ、はいはい、了解。わかったわかった。ところでさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？今年の干支ってなんだっけ？ドラゴン？いや、何その子。今年の干支はタツだけど、この子はトカゲさん？それとも三将王さんかしら？新年から絵心いじんのは勘弁してよ。ドラゴンのつもりで描いたんだから。で、この子のことなんだけど、なんか境内の端っこで立ち往生しちゃってたみたいでね。放っとくのも気が引けるじゃない？立ちの悪い悪霊ってわけじゃなさそうだし、伝統で仮の姿を用意してあげたわけ。大魔粒子や魔力に当てられてしまっただとかかしら。土地柄からして大魔人や魔族の関係者も少なくないし。でさ、元の格好、立派なドラゴンの格好でいるのが何分きつかったらしくてさ。つまりその子は何がしかの竜の眷属、干支をつかさどる年神のような存在だと？あ、DM 来た。二重丸に拍手の絵文字。意外とフランクなのね。それで、その年神様が何のようなの？わざわざこんな人里に降りてきたりして。
ればここに向かうつもりだったって言いたいのね。お、当たりっぽい。ここなら確か途中まで遊歩道が続いているから、今から行けば日が沈む前にはたどり着けるはず。大丈夫かしら。私も小春ちゃんも年神様とか式神とかの案件は門外漢じゃない。あの大行列に並ぶよりよっぽど有意義だって。それに神様に恩を売っといて損はしないでしょ多分。でもこういうのってセクション4の専門家に引き継いだ方が。それに見捨てるなんて薄情なことできないし。待って、ちょっと待って、小春ちゃんってば。どうかな、小春ちゃん。痛みは引いた？うん、全然平気、問題なし。こんなのちょっと休めば大丈夫。あ、無理しちゃダメだよ。やっぱり一旦引き返しましょう。ほら、おんぶしてあげるから。ちょっと待ってってば。もうゴールは目の前なんだよ。ここまで来て。ちゃったな。こんな格好でちょっと勢い任せすぎたかも。そうね、さすがにその靴じゃ山登りは控えた方が良かったわね。でもひねった程度で済んだことを喜ばなきゃ。これもきっと年神様のご利益の賜物といったところ。やっぱ痛い。辛いわ。ごめんね、言い出しっぺがこのざまだなんて。もう少しだけ休ませてくんないかな。困ったわね。どうしてもこのままこの子を連れて歩くとするなら。小春ちゃん、そっちのブーツを貸してもらえる？いいけど、どうすんの？こうするの。おろしたてだったのに。いや、まあしょうがない、しょうがないんだけどね。これで多少は歩きやすくはなるだろうけど。いい？無理だけは絶対にしないでちょうだいね。もちろん、マジでヤバくなったら正直に頼っちゃうから。それよか、この子を無事にあの社まで連れてってあげることの方が重要でしょ。もう少しだけ迷惑かけさせてほしいの。同門のよしみでさ、お願い。わかったわ、引き受けましょう。ようやく到着ね。並んでもないのに本当に初詣が夕方になっちゃったな。ん？また着信？で、うわっと、どうしたの君？Ugh.
それがあなたの本当の姿なのね。ここが本来訪れるはずだった正常な気の満ちた土地。おお、すごいな。本当になんかそれっぽい御利益がありそう。そのなりになっても人当たりはフランクなままなんだ。助かるわ。あら、またメッセージが来たわね。これは握手の絵文字？え、どういうこと神様？これって…わあ、消えちゃった。なになに、一体何が言いたいわけ？小春ちゃん、こっちよこっち。あ、今度はこっち？まあまあ、懐かれちゃったみたいね。スマホ大丈夫かしら。これで壊れたりしたら修理の保証聞くのかな。あー、もう大事な商売道具なのに。いい、神様、絶対変なことしないでよね。